では続きまして、私はい、埼玉県にお住まいのあやかちゃんがいただきました、はい。こんばんは。こんばんは。私は中学3年生の受験生です。勉強しないといけないのは分かっているのに、やる気が出ず現実逃避してしまいます。このままだと志望校に届きません。やる気が出るような一言や、うん、良い勉強法など教えてください。もうそっか、受験だよね。受験か。夏休み終わったらもう、もう受験だよね。受験だもんね。忘れてた。みんな何してた？受験の時って、中学から高校行く時とか。塾行ってた。塾さ、塾行っててもさ、頭で入んないことは入んないわけさ。入んないね。時の勉強方法とかなかった？しなもしない。ほんと昔からそうなんだね。マジで？すごいね。私立も受けなかった。ああ。滑り止め的なやつ。滑り止めしなかった。マジか。滑り止めしないで、さ、あのさ、私たちの代って前期と後期だったじゃない。あった、うん、あ、前期で受かっちゃった。あ、でも私も前期だな。すごいね。え？すごいね。すごくない？まあ、自分の学力よりちょっと下のところ選んだだけ。てか制服で選んだ。ああ、なるほどね。可愛い方がいいよね、やっぱり制服は。私はでも、私はパラレルと一緒で前期で受かったから、塾行ってたのがちょっと無駄になっちゃったかなっていう。なるほど。そうそう。前期だから勉強の筆記がなかったから。面接か。面接で受かったか。島田はめっちゃ頑張ったんじゃない？私は、まあ、相当受験を経験してるんですよ。小学校から中学校行く時も受験して、中学校から高校もちょっと受験して、まあ、高校から大学も受験するんで、ずっと受験してるんですよ。好きだね、受験。好きじゃないですよ。でも、中高は、あの、面接、まあ、筆記も受けたんですけど、うんうん、まあ、テニスの実力があったから、ちょっと、こう、勉強、ちょっとできなくても、緩和された部分はありますけど、小学校から中学校が一番、ちょっと、きつかったですよ。小学生でしょ？やる気が出る一言だって。なんかない。なんか、一言はないんですけど、勉強法。勉強法は、うん、なんか、自分が好きなこと、の目標を何日かに、うん、まあ、なんて言うんだろう。この日に好きなアーティストのライブがあるとか、うんうん、これには行きたいから、うん、お母さんにこれは行きたいから、その日まで勉強頑張るからって言って、カレンダーに書くんですよ、見えるところに。うんうんうん、で、めっちゃ勉強して、うん、あと何日、うん、あと3日みたいな、もう。でもそれいいかもしれない、うん、で。あとテストの結果次第で行く行かないを決められちゃうとか、いいね、うんうん、本当に逆に、私は自分にプレッシャーをかけた方が勉強結構できるので。いいね、なんか普段全然手に届かないものとかの方がもっと余計頑張るね。そうだね。これいけなかったら自分も勉強できないみたいな。頑張ってください、ゆかちゃん。頑張ってください。